あなたのキスを数えましょうで大ブレイクした歌手小柳ゆきの露出が減り、干されたと話題に、干された理由と現在の活動、最新の仕事情報をまとめました。結婚や旦那、子供がいるという私生活の噂の真相にも迫ります。名前小柳ゆき、生年月日1982年1月26日、出身地埼玉県、血液型 B 型、1999年にシングル、あなたのキスを数えましょう、You are mine。でメジャーデビューし、同曲が45週連続チャートインするロングヒットを記録したことで大ブレイクを果たした小柳ゆき。代表曲は他にもシングル「愛情」や「Be Alive」があり、アルバム「エクスパンション」がミリオンセラーを記録。あなたのキスを数えましょう You are mine で NHK 紅白歌合戦へ初出場を果たした経歴の持ち主です。デビュー曲にして大ヒットを飛ばし、歌唱力の高さも評価されて日本の歌姫の一人に数えられた小柳ゆきですが、その後2003年頃から人気が低迷することに。2005年にリリースしたシングル「最後に記憶を消して」はオリコンチャート100位に終わり、人気の陰りは決定的なものになってしまいました。その後もヒットに恵まれず、音楽番組にもほとんど姿を現さなくなった小柳ゆき。ここでは小柳ゆきが干されたと言われる理由、現在の仕事についてまとめました。私生活での結婚、旦那や子供の噂にも迫ります。デビュー直後から大ブレイクし、 NHK 紅白歌合戦に出場するなどトップアーティストとして活躍していた小柳ゆき。しかし2003年頃から姿を見ることが少なくなり、2005年にはオリコン100位という人気の低迷を迎えました。テレビ番組でのプロモーションもほとんどなくなり、巷では小柳ゆきは干されたと話題に。人気の低迷以前に干される理由があったのか、小柳ゆきの当時を調査しました。小柳ゆきが干された理由について、報道やネット上では、小柳ゆきが干されたのは天狗だったからだと言われています。デビュー当時17歳だった小柳ゆきは、デビュー曲にして大ブレイクを果たした結果、わがまま放題の傍若無人な振る舞いをするようになり、音楽業界から干されたというものです。当時の報道によると、ツアーでの宿泊ホテルは絶対にスイートルームを指定し、お気に入りのミネラルウォーターが用意されていないとマネージャーを怒鳴りつけるといった天狗状態だったと言われています。小柳ゆきは大手芸能事務所バーニングプロダクションの所属だったため、周りも扱いに困り、結果的に所属事務所からもお給を据えられる形で仕事が減らされました。プロモーション予算も減らされたことで、小柳ゆきの姿を見ることが少なくなり、最終的に干された状態になったというのが小柳ゆきが干された理由と言われています。しかしその後、新たな報道によって、小柳ゆきは干されたのではなく、仕事を休業してイギリスに渡っていたという情報が浮上しました。2013年頃、小柳ゆきが干された件について新たな情報が報じられました。その記事によると、天狗状態と言われていた過去とは全く逆の説が語られています。小柳ゆきは突然脚光を浴びるようになったことに戸惑い、売れても調子に乗ることができず、夢中で仕事をこなしながらも華やかな音楽業界に馴染めなかったという内容です。小柳ゆきは幼い頃から歌手デビューを目指していましたが、いざデビューしてみると、歌手は歌を歌うだけが仕事ではなく、歌う以外にも多くの仕事があり、イメージと違ったことで戸惑うように。その結果、自分は本当に歌が好きなのかと考えるようになり、一旦歌から距離を置くために半年間休業し、イギリスに渡ったことが明かされました。その後、イギリスロンドンで4ヶ月間を過ごし、日本に戻ってきた小柳ゆきですが、帰国後も人気は戻らず、低迷は続きました。2005年1月にイギリスに渡り、ロンドンで4ヶ月間を過ごした後、帰国後の4月にシングル「最後に記憶を消して」をリリースした小柳ゆき。この曲はオリコンチャート最高100位と売り上げは振るわず、その後予定されていた新曲が発売延期になるなど、歌手活動は順調とは言えませんでした。また、
2006年にリリースされたシングル「近い」のジャケットではセミヌードを披露。その後ジャケットのセミヌードがきっかけとなったのか、デビュー15周年の時には写真週刊誌でグラビアに挑戦しています。歌姫と称された小柳ゆきのグラビア挑戦、そして目立った音楽活動の少なさ、これらが影響して小柳ゆきの迷走がファンの間でも話題になり、干された説はさらに拡大することになりました。もう一つ、小柳ゆきが干された理由に、結婚して旦那と子供がいるため露出がなくなったと噂する声もありました。小柳ゆきの結婚、旦那と子供について調査したところ、小柳ゆきが結婚したという情報はなく、この説はデマであることが分かりました。ただし小柳ゆきは過去に結婚願望について語ったことがあり、いつかは子供が欲しいと答えたことがあります。これまで小柳ゆきに目立った熱愛報道はなく、恋愛事情については情報がほとんどありませんが、いつかは結婚して旦那と子供と暮らす未来もあるかもしれませんね。干されたと話題になっている小柳ゆきですが、実は現在も精力的に仕事をしており、音楽活動はずっと続けています。2018年にデビュー以来所属してきたバーニングプロダクションから独立することを発表し、デビュー20年目の節目に事務所を退社して独立したことを発表しました。独立後も音楽活動を続けており、ビルボードクラシックフェスティバルでオーケストラと共演したほか、イブサブラインドサッカーワールドグランプリでの国歌斉唱、東日本大震災の復興イベントなどにも出演しています。2020年8月には自身初となる無観客制配信ライブを開催しました。このライブは2020年7月リリースされた13年ぶりのオリジナルアルバム「スフィア級宇宙」のリリースを記念して開催されたものです。新型コロナウイルス感染拡大の影響で無観客制配信の形にはなってしまったものの、代表曲「あなたのキスを数えましょう」「愛情」を筆頭にアルバムからの楽曲も初披露してファンを楽しませました。芸能界から干されて消えたと言われていた小柳ゆきですが、歌手活動をやめたことは一度もなく、現在も様々な仕事に挑戦して音楽活動を続けています。2021年4月には女性ロックバンド翔也がプロデュースするロックフェス「ナオンのヤオン2021」に出演、女性ミュージシャンのみの出演者により日比谷や外大音楽堂で開催されるロックフェスで翔也を筆頭に葛城ゆきやファーストサマーウイカなども出演者に名を連ねました。また東京 MX で放送されている音楽番組アーティストハッシュタグ18ファイルへの出演も、この番組は歌とトークでアーティストの素顔と魅力に迫る東京 MX の音楽番組で、小柳ゆきが音楽との出会いや楽曲にまつわるエピソードを披露、最新曲プレリュードの歌唱も放送されました。現在も精力的に仕事を行っている小柳ゆき、2021年6月からは埼玉県の行田市産業文化会館ベルプラスを皮切りに全国のホールを回る全国ツアーロストアニバーサリーツアースフィア級宇宙2021が開催されます。この全国ツアーは2020年7月に発売されたアルバムスフィア級宇宙を引っ提げたデビュー20周年記念ツアーです。当初はアルバムリリース時に行われる予定でしたが、新型コロナウイルスの影響で公演延期となり、今回新たに感染症対策のガイドラインを徹底した上で開幕することになりました。全国8都市8公演を行い、最終公演は東京国際フォーラムホール C で公演されます。小柳ゆきの6年ぶりとなる全国ツアーに、ファンはもちろん小柳ゆき本人もやっとツアーを開催できることとなり、とても嬉しい限りですとコメントを発表しています。このように小柳ゆきは現在も新たな楽曲のリリース、音楽番組への出演、ロックフェスや全国ツアーの公演など多くの仕事を行っています。露出が減ったことで干されたと言われることもある小柳ゆきですが、現在は自分のペースで音楽と向き合い、今も応援してくれるファンのために音楽活動を続けています。小柳ゆきの今後の活躍も期待したいですね。
小柳ゆきが干された理由、結婚や旦那子供の噂、現在の仕事についてお届けしました。干されたと言われながらも音楽を続け、現在も様々な仕事に挑戦して積極的に活動している小柳ゆき、これからの活動も楽しみです。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。